すごい久しぶりに手紙届きました。できすぎさんか。そしてデート券、ゲームチケットの方が嬉しかったかな。では始めていきましょう。旅人の街もね、ずっと更新にならなかったんだけど、もしかしたらレベルとか関係してたのかもしれないですね。今ね、欲しいって言ってくれてるんですよ。ただ足りない、お金が足りないんです。ロゼッタごめんね。他の子のやつもね、ちょっとね、買ってあげたいは買ってあげたいんですけど、とりあえず主要メンバーの方をね、なんとかしたいなと思います。学者とかもね、できれば連れて行きたかったんですけどね。 T シャツがミーになってる。え、これかわいい。バカンスゴーグルだって。それでは引き続きやっていきましょう。ヴァンパイアが装備も武器も伝説になりましたね。で、勇者も伝説に今なってます。で、育ててるのはエルフ、そして猫も育てたいなと思って今ね、一緒に行ってる感じですね。レベル50になってるから、ちょっと勇者は外して、ロゼッタも外していっていいかな。先に上げたいところからやっていこうかなって思います。レベル低いところとかね、連れていきましょう。どのキャラでやっていったらいいのかがちょっと微妙なんですよね。とりあえずお金欲しいので、そう、超金ぴょんは探しに行きつつ、あとはレベルを上げたいので、ガラパス島の一番奥の方とか、あとはあれですね、魔空間のぴょん狩りとかを回しながらね、今やってる状態です。どこでやったら一番いいのかっていうのが後半になるにつれ謎になりました。ずっと同じところにいても、それでもいいんですけど、飽きてきちゃうんですよね。なので、どうしても飽きたなーっていうタイミングでちょっとね、場所を移動させて遊ぶようにしてます。ぴょん狩りのところだったらうまくいけば、そう、レアぴょん系でレベルも上げられるし、あとね、猫とか言えば今みたいに料理も持ってきてくれるので、ピョンのところでもね、結構猫使うのいいかもって思って今入れてますね。ただね、ここ今来てるところだと超カネピョンが出てこなかった時に経験値すごく少ないんですよね。しょうがないんですが悲しいです。あれ、勇者の部屋行きたいの、きなちゃん。じゃあちょっと行ってもらいましょう。なんかあったのかな。勇者のところに行きたい。じゃあきなこさんを勇者に預けましょう。ここ仲良しなんだよね。え、待って、寝たいの、暇だな。イメチェンだって、きなこちゃん。白くなっちゃった。白猫じゃないんだけどな。そう、チャトラの白なので、まあまあこんな感じでいいんだけど。ちょっとびっくりしました。お、あ、待って、伝説の弓になったけど買ってあげられない。ちょっと待って待って、エルフも伝説来ましたよ。ただね、レベル低いからね、まだ使い勝手が悪いですね。猫チョコ買っていっていいかな。こうやってチョコチョコ買っていくと、伝説装備のお金がなくなっていくんですけど、まあしょうがないですよね。これね、しょうがないと思う。みんな欲しいのあるよね、わかる。とりあえず学者猫エルフと主要メンバーは先に揃えていこうかなって思います。あ、これ緑かわいい。さっきのミー T シャツ可愛かったけど変わっちゃいましたね。冬っぽい。困ったなー。そう、ご飯も食べさせてあげたいんだけど、お金がね、お金がねっていうところですよね。じゃあ、超カネピョンを一体仕留めて、伝説装備を誰かにね、一つは今日も買ってあげたいなって思うので頑張ります。よしよし、
これで帰って誰かが欲しいって言ってくれればいいんですけど、誰もいなかったらどうしよう。頑張れみんな。お、元気。まだまだ負けない。やっぱ元気いいですよね。そういえばなんですけど、勇者戦士のキャラクターが今クールで性格固定してる感じなんですが、元気の方がいいよって視聴者の方に、ね、教えていただいたので、元気に、ね、変えとこうと思います。絶望の塔行く時にはね、勇者は元気にしとこうと思ってます。クールで避けてくれるのもいいかなと思って、そのままなんですけど、今みたいにね負けないって残してくれるんですよね。そっちの方がいいのかもしれない。やだ、ハプニング。誰私ー、風邪ひいちゃった。そして誰かお金欲しいって言ってくれないかな。何、勇者団子ダイヤに行きたい。あれ、キナちゃんが勇者のところに来て、今度団子？あれ？ギャロップはキナちゃんに会いたいの？ちょっと移動だけ先にしますね。団子のところね。みんななんか移動するの好きだね。思い出を熱く語る勇者。そして仲良くなっていく。25。まだ全然足りないですね、ここは。そしてギャロップとキナちゃん。お掃除中ですね。かわいいなー。ものすごく激好き。はい、じゃあお小遣い。え、待って、きなこが出てる。伝説の伝説のきなこが出ました。こっち買っちゃおうか。待ってね、確認しよう。団子は、団子まだ290だわ。わー、マントが武器だけ伝説になりそうなんだね。じゃあきなちゃんに伝説のスティックを買ってあげましょう。これで魔法使いも伝説ゲットできましたね。嬉しい。良いのではないですか。ピーチ伝説似合いますね。そして2900、まだ全然安いので買ってあげられる。まだ知恵のマント。装備なんでこんなに上がらないんでしょう。武器だけずっと欲しいって言ってるけど、みんな装備とかさ上がってほしいんだけど。何、猫とか920ですよ。すごくないですか。安すぎでしょ。みんなお金使うな。養うのも大変です。キノピオどうしようかな。花っているのかな。難しいよね。にしてみる。魔法使いの武器スティック全数集まりました。やったね。お金ない、お金ない。いや、なんかスキレベルが上がっていく。そして、あー、やっと勝ってあげられないな。みんなごめんなさい。みんな欲しいって言ってるのに、私のお金は5000しか、5000じゃないや、5万しかないよ。3人伝説が。どうしよう。どこから、勇者からにしよっか。これで勇者装備揃えますもんね。ごめん、勇者に買ってあげるよ。とりあえず勇者が真の伝説の勇者になりました。嬉しい。ほら、真の伝説の勇者の姿です。でも君はクッパなんだ。よっしゃ、めっちゃ強いクッパが出来上がりましたね。すごい嬉しい。でも他の子たちに買ってあげられないよ。困った。つくしか。じゃあこれ、さっきいろんな子に買ってあげたからなんか買えなくなってるような感じもありますよね。悲しい。せっかく2人とも出てくれたのに。ということで、今回ので結構集まりましたね。うん、カタログ確認してみましょう。まずは戦士。これボロボロのっていうのがないので、最後の1個の種類が集まってはないですが、伝説の鎧までは集まりましたね。はい。で、武器も今持ってるものが集まってるようになってます。あとはきなこもね、前回で集まりました。うわー、
エルフがね、何にもないんですよね、ここ。何にもないんですよね。悲しいな。はい、そんな感じです。で、武器。エルフ武器はあと1個ですね。今、大王の弓を使っているので、あともう1つで揃います。ヴァンパイアはもうどっちも揃った感じですね。で、その他、戦士も前回、伝説の剣が揃って、魔法使いも今回、揃いました。はい。そして、僧侶が、今、竜王の杖なので、あともう一個で、欲しいって言ってくれてるんですけど、買ってあげられない状態です。悲しいなぁ。はい。ということで、こんな感じで、欲しいけど買ってあげられないのが今多くあるので、引き続きね、装備を整え、あとは本当にエルフが、レベルと装備は、武器だけはね、上がったんですけど、服がね、めちゃくちゃ弱いので一緒に行けないんじゃないかなっていうところで、止まっております。もうちょっと、粘って、準備をちゃんとしてから、絶望の塔挑戦に行こうと思います。よかったら、チャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!